リーダーですよね。わかりました、変更します。悪いですか？じゃあごめます。嘘ですよ、ちゃんと納得した上で変えます。今日からスピーダーになります。また右も左もわからなくなるので。右も左もわからずに武器を研いでいた先輩みたいなものですので。ともかくよろしくお願いします。おめでとうなのかな。うん、それでいいと思うよ。まあ FC のことについては日向くんの言うことに従って大丈夫だよ。今の5ポイントね。というわけでコーチ、よろしくお願いします。はあ？美咲先輩、セクハラされました。それはいけないね。うどんで許してやろう。これのフォローで10ポイントいくね。頑張りましょう。おう、やるぞ。シトー列島にも梅雨がやってきます。こんな雨の日、船浜の皆さんはどうやって練習してるんでしょうか。そんな私は休日に突然日向さんとばったり。人前であまり仲良くしてるとこ見られるとみんなから後で噂されるしな。次回、青の彼方のフォーリズム第5話、嵐の前の彼方の向こうに何かが見える。仕方ないよ、こればっかりは。しょうがないよね、シーズンなんだし。むしろ早めに来て去ってくれた方がいいんじゃないの？こりゃあやみそうにないわ。何が？まさか、私だって練習楽しくなってきたとこなのに空飛べないのはすごく残念だよ。でもさ、なんかテンション上がんない？こうやって雨降ってる時って。この降ってくるのが全部ジュースだったらなーとか思ったことなかった？あるよ。そんなつまんない子供じゃなかったでしょ、まさやは。じゃなけりゃスープでもいいや。でもオイリーなやつだと髪ベトベトになるからわかめスープぐらいがいいのかも。ねえねえ、なんで梅雨って梅雨って読むか知ってる？江戸の末期、雨水を椀に溜めて梅肉を溶いてそうめんの梅雨にする遊びが大流行したんだって。それで聞いてよ、この話には実はまだ続きがあって。やーやだやだ、体育館の練習地味でやだ。ドーム球場みたいなの作ってよ、空飛びたいよ。はい。おう。
3日ぐらいずっと体育館にこもって走り続けだよ。そうですよ、ちょっとぐらい濡れてもいいですから、外で練習とかしなくていいですか？そこはほら、根性ってやつでさ。雨にもめげず、力いっぱい戦うことで何か生まれるかもしれませんよ。鬼コーチめ、みんな頑張ってね。金浜ファイオー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 ファイファイオーオー。はっ、先輩、はっ、ずっと同じだもの。高速でも飛ぶなって決められてるしね。そうね。お疲れ様。よし、50周きっちり終わったぞ。終わりました。ジョイさんのキノコハンバーグ定食出して、ここですぐ。ふぅ、もうダメです。この続きは画面の中でやります。途中で先輩がパンって手を打ったら逆方向にってやつですよね、それ。うわぁ、あれすっごいきついじゃないですか。すぐに置いてかれそうになるし、嫌です。聞いてないし。おう、任せろ。了解です。二人とも体力どうなってんの？兄ちゃんとアスカちゃんは元気だよね。マセヤ、どうした？険しい顔して。そうか？ならいいんだが。雨続きでろくに練習もできないな。悪いな。私が見てやれればいいんだが、あいにくと期末試験の準備に追われていて、見事に修羅場だ。焦ってるのか？高藤の練習、想像以上だっただろう。だからってお前がそれを全てなぞる必要はないぞ。天候だけはどうしようもない。できることを精一杯やればいい。あいつらには何をさせてるんだ？で、どうだ、反応は？だろうな。旅沢は特に退屈には耐えられなさそうだ。もっと楽しめ、マサヤ。先頭を走っている連中に勝つには、心の底から楽しんで、せめてメンタルで勝たないとダメだ。お前はそれを、痛いほど分かってるだろう。それなら、この状況も楽しめないとな。もしもし、
ごっこですか？なんでまた？私が暇そうにしてたから？鬼ごっこがフライングサーカスに効果的？そうですね。あまりこういうトレーニングをしないので正直わかりません。ですが、ただ走ったり反復運動をしたりするよりは実践に近いイメージもありますし、体も動かせるし悪くないのではと思います。はい、うちでやってる展示の練習にもそういうゲーム方式の練習を入れてもいいかなと少し思ったぐらいですから。あ、そんな別に気にしてないですから。いえ、その練習は青柳さんを入れて2対2でするんですよね。じゃあ私も、あ、いえ、なんでもないです。はい、それは心強いですね。いいね、なんか面白そうだし、やってみよっか。美咲先輩が OK なら私ももちろんやります。体育館の中だったらどこでも追いかけていいんですか？おお、そうか、対戦ってだけで燃えな。なぜだ。おう、それがどうした。じゃあまさか参加する気でいたの？部長のことは人として嫌いじゃないけど、それはちょっとですね。おお、この分かりやすい難色の示し方、分かったよ、俺は外周を走ってるさ。おお、はーい、了解です。捕まえてみせます。マシロ、顔怖い、怖いよ顔。じゃあ私はここで柔軟やってますね。もう限界です。美咲先輩が遠い。ほらほら、マシロちゃん、こっちにおいで。追いついたら特別にご褒美あげちゃう。マジですか？まだやれます。うわ、急に元気になった。ちょ、抱きつこうとしないの？ご褒美、ご褒美、ご褒美。目、目が血走ってるよ、目。だね、美咲もマシロッチもすごくやる気じゃない。でもこうやって避けたり攻撃したりしてる様子ってまさにフライングサーカスのバトルと同じだよね。これって日向くんが考えた練習なの？そうなんだ。はい、日向！キャー！ご助手、全力で走ったぞ。次はどうしようか。わかった、地獄のようなストレッチを己の体に貸してくる。おお、痛い痛い。なんかごめんね。こら、まさや、もう時間終わった。美咲先輩のご褒美、しゃあ、うん、やっと終わった。うん、もう少しだったのに。さあ
と休憩しよう。はい、やっと出番ですね。ちょっと待って、アスカ相手の時は完全に呼吸整えてからやるから。あ、ちょっと休憩。もちろんです。私も美咲ちゃんとは万全の状態で戦いたいですし、待ってますね。気合い入ってるね、アスカちゃん。どっちが勝つかな。よし、準備いいよ、いける。アスカ、最後の1点はもらうよ。美咲ちゃんでも渡さないよ。ほらほら、こっち向いたままだとすぐに捕まえちゃうよ。油断してました。お、やっとそっち向いたね。じゃあ本気で走るよ。あ、またさっきと同じ形だ。美咲先輩、このままだと追いつけなさそうです。にしても本当に足が速いですよね、二人とも。さっきから全速力のはずなのに全然スピード落ちないしね。このまま5分間に逃げ切ります。お、アスカちゃんまだ力を残してたか。美咲先輩、頑張ってください。え、行くよ。先輩、残り時間は？そうね、そこまで持たなそう。それ！うん。もうそろそろダメです。よーし、アスカ覚悟。私どうしちゃったんですか？美咲先輩残念でした。美咲、呆然としてるけど大丈夫？はい、体を前の方に突き出して避けようとして足で床を蹴ったところまでは覚えてますけど。あ、はい。わあ、びっくりしました。私、普段から宙返りとかしてないので。
でもなんか今の体の感じとても気持ちよかったです。どうかしました？昔お父さんから借りた漫画でギャラクティカなんとかってのがとってもかっこよかったんですが、そういうのですよね。私頑張ります。じゃあさっきのはアスカが爆注して私の攻撃を避けたの？別に、ちょっとやってみたかっただけ。はーい、お疲れ様でした。お疲れー。ひなた、俺はいつまで股を割っていればいいんだ。Thank you.